今日はですね、実は裏山ブッシュクラフトではなくてですね、なんて言いますか、裏山ブッシュクラフト用のお知らせと言いますか、まあ、そんな感じのビデオになります。ですね、まあ、私のブログとかツイッターの方で、チェックしてくださっている方々はもうご存知かと思いますけれども約2週間前、私、双子の女の子の父親になりました。はい、無事生まれましてですね。で、母親も子供も、無事退院しまして、今家にいるわけです。で、私も今家の方でそれで手伝いでこう、父親産休というんですか、で今家なんですけれども、そういうこともありましてですね、裏山ブッシュクラフト本当はもっとこうアップしていきたいんですけれども、ちょっとやはりね、時間的に余裕が正直言ってありませんので、でもできるだけやりたいという気持ちはありますので、できるだけこう月1回ぐらいは何かあげたいなということで、今日はそのお知らせで、お知らせだけじゃあれですんで、ちょっともうキノコの時期遅くもなり始めましたが、犬の散歩を兼ねてですね、キノコ狩り、今ね子供寝かしつけてですね、2時間3時間くらいの余裕が出ましたので、近場へ大慌てで今こうすっ飛んできて犬の散歩兼ビデオ撮りキノコ狩りをやろうかなという、そんな感じでございます。ですね、ここはですね、あったアンズタケがね、ここはあるんですよ、このスポットは。これ違いますね、アンズタケじゃないですね、これは白髪の下かな、多分そうですね、これはちょっと色が濃いな、要確認ですけど、ちょっと虫食いが入ってますね、小さい、こんな感じで、これはここ、こんな感じで、ちょっとここは取りましょう、虫食っちゃってるけど、傘の方はいけてそうなんで、これはカビがいっちゃってますね、もう古いですね、ですね、ちょっとこのキノコなんとなくね見覚えがあるんですけれども、はっきりしないです。この手のキノコはねよく知らないんであれなんですけれども、舞茸の類なのかな、ちょっとねわからんですね、が有料な食用キノコだった場合は損ですので、一応取って、参考用に取って帰りたいと思います。これ見てる方で知ってる方いたら、ぜひコメントでください。ちょっとね新しいね、あそこにもある、新しい、新天地といいますか、もこう少し開発していかないといけませんので、結構あれですね、新しいキノコはね本当ね怖いんですけれども、ここにもありますね、はい、こんな感じですね、これはちょっと残しておきますけれども、新しいキノコはねちょっとね怖いんですけれども、本なんかでねこう確認してみると、すぐ分かるものと分かんないものとありますんで、自信がない場合は本当にね食べないように、でできれば身近に詳しい人がいたら、その人にきちんと確認してもらうようにするのがいいと思います。やっとですね、
虫にほとんど食われてないイグチを発見です。いやー、今年はねこのイグチがね非常に難しくってですね、早い時期から出てたんですけど、早い時期から出てただけにですね、虫にやられてるものがほとんど。でもあほんと食べられる状態のものっていうのがほとんど見つかってなくてですね、犬が引っかかっております。レミ、メタカシ、タカシン、キエラ、タンネ、ヒューバ、そんな感じでね、私本当井口入れた味噌汁とかね大好きなんですけども、なかなか今年はありつけない状態でいます。はい、ああまあそういうこともあるかなと。まあ、その代わりアンズタケはね今年結構豊作ですね。ここにも出てますね。もうちょっと虫やられてそうですけれども、というかもういっちゃってますね。これは古くなっちゃってますね。こっちはどうでしょうかね。これも古そうですね。もう干からびちゃってます。折れ具合がもう、はいはい、こんな感じですね。こちらは比較的綺麗かな。ちょっと乾き気味ですね。ああポコポコしてる。ダメですね。これもかなり、ハムシまで入っちゃってますね。まあ、こんな感じでね、井口はもうことごとく虫にやられちゃってるわけなんですけれども、意外とここはねキノコ狩りに来る人が少ないらしくてですね、競争率が低いんですよ。あはははは、ありましたありました。小さいですけれども、これは多分ちょっと虫食われてるかな。はい、こんな感じで、これは多分大丈夫ですね。完全に。ではいただきます。はい、今車へ戻ってきました。ああそうですね、分かるもの、自信のあるもの、自信のちょっとないもの、全く分からないもの、これですね、さっきの、食べれるかどうかちょっと分かんないものも、まあ、こんな感じで織り交ぜて、まあそうですね、1時間ぐらいですねのキノコ狩り、してみました。まあ、一応これで自信のないものと分からないものはまあ、参考用ということで、家に帰って図鑑なり何なりでこう調べて、確信が持てたら食べる、持てなかったらまあ食べないということで、まあ、勉強素材も入れつつ撮ってみました。まあ、初めの方にもちょっと言いましたけれども、そうですね、できればできるだけアップはしたいかなと思いますけれども、まあ、時間に余裕があるかどうかっていうところもありますので、まあ、大体月1回ぐらいのアップはぜひしたいかなと。まあ、ブログとツイッターの方はね、もっと頻繁に、まあ、ツイッターはほぼ毎日何かボソボソとつぶやいてますけれども、こんな感じでこれからちょっとやっていきたいと思いますので、まあ、そんな感じでよろしくお願いします。ではまた。もいもい。